私目線で全国の田中さんに向けて甘い愛の言葉を言っていただけたりしませんか？断っていいの？いや目線でね、ここですね。そういうこと？キャー、どうしよう。ちく、大丈夫ですか？何回も頭の中でイメージしてたでしょ。そうそうそう、全然緊張しない、緊張しない、緊張しないっていう。ちゃんと見て。じゃあ、ケイさん、はい、橋休めさん含め全国の田中の皆さんに愛のメッセージをお願いします。はい、あっちゃん、あと田中の皆さん、2022年、いっぱいいっぱい幸せな1年にしようね。どんな顔したん？ありがとうございます。顔届けちゃったよ。頑張ろう。かわいい。ちょっとね、わからない。うん。雄大。はい。お手本。いやいや、だってね、ももこちゃんやんね。美容室一緒なの。の言ってたよね。だから千葉友ってことでしょ。じゃあ、ももこさん、雄大ちょっと。めちゃくちゃ恥ずかしがり屋なんですよ。頑張って、頑張って。ごめんね、美容室が一緒だからこんなことをさせて。全国の千葉友に向けてお言葉よろしくお願いします。ももこさん頑張って。ごめんね、大変なこともあると思うけどみんななら大丈夫、絶対大丈夫だから。そしてももこ、俺とお前はシャンプーの匂いでつながっている。ありがとうございます。ありがとうございます。照れたん。このさ、ビッシュの皆さんの衣装も結構モノトーンな感じだったんですか。で、今日ケイさんも結構モノトーンで、一人だけ黄色でさ、ずっと気になってて。でも俺も今日珍しいでしょ。だからさ、いや、ビッシュのちょっとこう、パーチーに向けてちょっと気合い入れようかなと思って俺も。いや、お前売るなよ俺を。